今日は根魚釣ります。いつも通り適当な仕掛けですけど、今日はテキサス、こんなタングステンの3グラムちょっとぐらいの進化つけてます。でツイストロックに4インチのロックマックスですね。じゃあ今日も頑張ります。今日もリフトフォールでねやっていきますよ。はい、こんなとろろがつきますけどね、頑張っていきますよ。はい、当たりはね何回かあったんですけど釣れません。ちっこいのかな、まあ、この4インチね食ってくるようなサイズのね魚がいたらいいんですけどね、まあ、引き続き頑張ります。その時だった。よいしょ。はい、こんな感じ。はい、かわいいかわいい。この日はこの1匹で終了してしまった。タケノコあったかいね。ドゥ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 。後日。はい、あれから何日か経ちました。ちょっとねリベンジ編ということで今日はやらせてもらいます。まあいつものタックルに今日はこのロックフィッシュインパクトっていうカラー、これつけています。ちょっと風強いんで 3.5 でちょっと扱いづらい場合は1つ重くして 5g のね進化つけたいと思います。じゃあ今日も頑張るぞ。横風はしんどいぞ。ということで重さ変えてみましょうか。はい、サイズ変更 5g です。これで改めてねやってみよう。週末に向けて結構荒れるっていうねそんな予報でございます。でもねありがたいのが週末のたびに友達がなぜか遊びに来てくれるんでね、いつもありがとうみんな。本当にこのロックフィッシュインパクトってからなんか昔からありますよね。本当にそれこそ僕が中高生ぐらいの頃初めてね友達と買ったワームこれなんですよね。確かカラーがロックフィッシュインパクトっていうぐらいやから根魚釣れるやろって言って買ったんが始まりでしたね。お風が強い相変わらずね。毎回言ってるんですけどね、まずは当たりが欲しい、魚がいるってことをまずは知れたらどれだけ楽か。いつもの定番北陸のクリアですね。これやってみましょう。お、当たる。ああ、離したか。どうや。追ってこんな。やっぱりね、小さかったかな。全然かかるような感じじゃなくて。もうついばんでるような感じで、でも一応当たりは合うんだね。魚一応いるっていうことが分かったんだけど、ちっこいんかな。ちょっとねエリア変更ですね。内側の方がね風がなくてすごくやりやすい、そんな印象を受けますね。はい、また場所変えてみました。よし、新規点。風の勢いが少し弱まった今がチャンスかもしれないですね。すると来た。うわ、
いしょ。やっと釣れた。はい、タケノコちゃん多分ヒットシーンあんま撮れてないんですけど、当たり合った瞬間にね録画開始しましたから、はい、20センチぐらいですね。ありがとうございます。はい、リベンジできたかどうかちょっと置いといて、いやできてませんね。あんまり満足のいく結果ではなかったんですけど、風がかなり強くなってきましたんで、今日はこの辺でおしまいにしようかなと思います。また何とかね挑戦します。次はねもっとコンディションのいい日をね選んでやっていきたいと思います。いや今日は帰ります。バイバイ。